マリオシリーズ、マリオ RPG、ペーパーマリオシリーズ、マリオストーリー、マリオストーリーは、インテリジェントシステムズ開発、ニンテンドー発売のアクション RPG である。ペーパーマリオシリーズの第1作目であり、マリオ RPG シリーズの第2作目である。1996年に、スーパーファミコン用ソフトとして発表された、スーパーマリオ RPG の続編として制作された、タイトル。 後に、ペーパーマリオシリーズとして展開されることとなる、シリーズの第一作目である。発売は、ニンテンドー64後期であるが、開発自体は、ニンテドー64初期から進められており、開発段階では 64DDO ディスクソフト、スーパーマリオ RPG にとして発売が予定されていた。しかし、開発初期に発表されて、以降、実際の発売近くに、 マリオストーリーと会談して、再び発表されるまでは大きな開きがあり、当初の発表時とは画面構成が大きく変化している。絵柄は絵本のような雰囲気のもので、登場キャラは紙のようにペラペラになっている。音楽は辻横ゆかが担当。原曲アレンジを近藤浩二が担当した。バーチャルコンソール版は2011年8月時点で、 みんなのニンテンドーチャンネル内のみんなのおすすめでブロンズランクを獲得している。星たちのきらめく夜空の彼方にある星の国には星の星という人々の願いを叶えることを仕事とする者がいた。星たちの力の源であり願いを叶える力を持った宝物スターの杖があった。杖は宮殿に収められ七人の星の星たちによって大切に守られてきた。 しかしある日、クッパとカメックババが宮殿に現れ、スターの杖を奪い取り、杖の力で星の生たちをカードに閉じ込めてしまった。星の子が宮殿に駆けつけた時は、杖も星の生も奪われた後だった。そんな大事件が起きているとは知らないマリオとルイージの元に、ピーチ姫からのパーティーの招待状が届いた。マリオとルイージは、キノコ団へ行き、姫の待つ、キノコ城へ入った。 キノコ城に着いたマリオは城の奥にいたピーチ姫と会話するが、キノコ城が地面の元に隠されていたクッパ城によって天空に持ち上げられてしまう。キノコ城が天空に浮いていることに驚くマリオとピーチ姫の前にクッパが現れる。クッパの目的はキノコ城ごとピーチ姫を誘拐することだった。奪ったスターの杖でパワーアップしたクッパはマリオをやっつけてしまい。 クッパンに敗北したマリオは天空に上がったキノコ城から地上に落とされてしまった。地上に落とされたマリオはクリボー一家に助けられる。一家の長男であるクリオが仲間に加わる。キノコタウンの北部にある星の降る丘を訪れたマリオとクリオは7人の星の星から状況を伝えられ、冒険に出ることを決意する。その後、ステージ1から7のそれぞれで7人の星の星を一人ずつ。 助け出していき、ステージ8では天空に浮かぶクッパ城に乗り込み、ピーチを救い、星の国を救うことになる。マリオを操作して、物語の舞台であるキノコワールドのあちこちを冒険し、閉じ込められた7人の星の星を助け出していく。今作では明確なステージ分けが存在しており、はじめにマリオが星の星に関する情報を何らかの方法で聞き出し、 その居場所へ向かい始めた時点で、ステージが始まる。そして星の星を守っているボスを倒し、星の星を救出すると、ステージクリアとなる。ステージクリア後は、キノコ城に捕らえられた、ピーチ姫を操作するシーンが入る。この時は、ピーチ姫を操作して、部屋をこっそり抜け出して、キノコ城内を探索、次に助け出す星の星に関する情報を集める。 七人の星の星をすべて救出するまでこの流れを繰り返し、最後はピーチ姫とスターの杖を取り戻すためクッパ城へ向かう。3D の背景の中に一定の大きさの土台が浮かんでおり、上に飛び出す絵本のような構造物が置いてあるという独特のフィールド構成をしている。フィールド間は細い道で繋がれており、ドガボン以外の敵はここを通って追ってくることはできない。 マリオたちキャラクターは、紙のようにペラペラに表現されており、土管に入るときは、少し丸くなって回転しながら入ったり、高いところから落ちるとヒラヒラと減速したりと、演出も紙のようなものが多い。また、建物に入ると、壁や天井が開いて、中が簡単に見られるようになるが、これは、画面手前からの固定方向視点を維持するためでもある。フィールドには、マリオ作品らしく穴や、 段差などの仕掛けが多数あり、マリオや仲間の能力を多用しないと解けない。中には初めて訪れた時点では解けない仕掛けもあり、一度クリアした場所にレベルアップしたり新たなアイテムを手に入れたりした後で訪れなければならないこともある。前作のスーパーマリオ RPG 同様シンボルエンカウント方式であり、フィールド上の敵と接触するとバトルになる。その際、 接触した敵が必ず戦闘画面における最前列となる。本作では先制攻撃の概念が追加されている。敵に接触する代わりに何らかの攻撃を加えた場合は先制攻撃が成功した扱いになり、マリオが戦闘開始直後に一度攻撃を与えたり、敵に何らかの状態以上にしたりできる。逆に敵に攻撃されて戦闘に入ると、 先制攻撃を受けたという形になり、マリオが戦闘開始直後一度攻撃を受ける。先制攻撃では、基本的にそのキャラとマリオとの間でダメージの増減が行われる。また、一部のキャラは最前列に出ると、普段とは違う行動をする。勝負はターン制で、味方全員の行動的全員の行動で1ターン。行動には、原則的に逃げるアイテム仕様。 仲間の交代も含まれる。今作におけるマリオの攻撃手段は基本的にジャンプとハンマーのみであり、新たに加えられた以下の特徴がある。後実するバッジの中にはジャンプ時のトゲや炎によるダメージをなくしたり、より強力なジャンプやハンマー攻撃ができるようになったりするものもある。なお、敵キャラによってはマリオたちから受けた攻撃や自身の特定の攻撃により、 位置が空中から地上、あるいは天井から空中や地上に移るものがいる。また、ハンマーやジャンプには、それぞれハンマーには、スーパーハンマー、ウルトラハンマー、ジャンプには、スーパーブーツ、ウルトラブーツと、グレードアップさせられるアイテムが登場し、入手することで攻撃力アップのほか、通常のハンマーでは壊せないブロックを壊せるようになったり、通常のジャンプでは、 探索やアイテム入手ができなかったものができるようになったりとフィールド上での行動範囲を広げられるようになっている。マリオが攻撃する際や敵の攻撃を受ける際のアクションコマンドが前作より引き継がれている。これは攻撃や防御の際に特定の操作をすることによりその効果を高められるというものである。前作ではゲーム開始直後から使用できたが、 今作ではティンクからアイテムのラッキースターをもらわないと使用できない。戦闘は通常戦闘と強制戦闘の2種類があり、前者は戦闘中逃げられる。後者は発生場所が決まっており、逃げられず先制攻撃もない。無敵時のドガボン以外のボス戦はすべて後者に属する。マリオや仲間の技にはフラワーポイントがあり、基本的な技を除いて、 技を出すたびに FP を消費する。つまり、マリオの FP が例になると、ジャンプとハンマーの通常攻撃しかできなくなる。なお、仲間の攻撃も大半が、使用時にマリオの FP を消費する。状態異常的な攻撃によってはマリオが何らかの状態異常を引き起こす場合がある。特定のアイテムなどで直せるほか、戦闘が終わると、自動的に直る。 マリオがバッジを利用した技を使用すると逆に敵が状態異常を引き起こすこともある。他に一部の攻撃によってジャンプハンマーアイテムのいずれかが数ターンの間使えなくなることがある。敵に与えるダメージは体で計算されあらかじめ設定されているハートポイントが0になったら敵が倒されるというものである。つまり防御力2の敵の場合、 攻撃力10の単独攻撃だと8のダメージを与えられるが、2五回の連続攻撃だと1ダメージも与えられなくなる。ただし、防御力を無視して攻撃できる技もいくつか存在する。マリオの防御力は原則として0である。仲間は HP が設定されておらず、受けたダメージと同じターン数だけ行動不能になる。そのため、仲間を攻撃する敵は少なく、 受けたとしてもそのダメージは少ない。戦闘中以外でも、フィールド上で溶岩や茨に落ちることなどで、マリオの HP が減る場合がある。マリオの HP が例になると、ゲームオーバーになる。冒険で手に入るバッジを装備すると、マリオに特別な能力が加わる。組み合わせは自由。ただし、マリオやバッジには、バッジポイントがあり、バッジの BP の合計が、 マリオのそれを下回るように組み合わせなければならない。例えば、マリオの BP が12だと合計が12以下のバッジしか装備できない。一般的に強力なバッジほど BP が高い。戦闘中はバッジの着脱ができないので、あらかじめ余裕のある時にバッジの調整をしておく必要がある。また、種類によっては BP を使用せずとも装備できるものもある。 レベルアップにより、より多くのバッジを装備できるようになっていく。多くのバッジは、名前がそのまま効果を表している。バッジによっては同一のものを複数入手できる。敵を倒すと、スターポイントが手に入る。手に入る数は、敵の強さとマリオのレベルにより、同じ敵を倒してもマリオが、レベルアップすると得られる、スターポイントが少なくなる。また、 原則的に手に入るのは戦闘終了後なので、途中で逃げると手に入らなくなる。敵キャラの中には分裂や仲間の呼び出しなどをして無限に登場するものも存在し、マリオのレベルが低い状態でこれらの敵と戦うとスターポイントを稼ぐことが可能である。スターポイントが100貯まるとレベルアップし、HPFP が最大まで回復する。 同時にこの3つのうちいずれかの最大値を5上げられる。レベル27になると、どの敵からもスターポイントを得られなくなるので、レベル27が本ゲームの最高レベルとなる。HPFP の限界値は50、BP は30。仲間にレベルはないが、各地にあるスーパーブロックにより、スーパーランクにランクアップでき、攻撃力や技の種類が増える。 はじめは一人につき一ランクしか上げられないが、ウルトラストーンというアイテムをビッグ Q ちゃんから入手することでもう一ランク上のウルトラランクに上げられる。スーパーブロックは全部で16個あり、仲間全員をウルトラランクにできる。クッパとカメックババが宮殿に侵入した際、7人の星の星はカードの中に封印され、各ステージボスの手に渡っている。 本作では彼らを助け出すことが目的となっており、一人、助けるごとに話が先へと進んでいく。星の星を助けると、同時に特殊な技を教えられる。これを使うには、FP とはまた別に、スターパワーと呼ばれるメーターが必要。スターパワーは戦闘中、1ターンが終わると、自動的に少しずつ回復するほか、願うのコマンドを使用すると、若干の回復が可能である。 アイテムを使っての回復はできないがキノピオハウスに止まれば全回復する。星の星一人に対して1スターパワーが与えられるため、スターパワーの最大値は7となる。星の星の名前や技の効果は講述する。セーブは各地にあるセーブブロックで行い、ゲームを終了した時や途中で戦闘に負けてゲームオーバーになった時には前回セーブした状態から再開となる。 HPFPBP の振り分けが偏った場合、または偏らせたい場合は、レベーラという人物に依頼することで、レベルアップと同じ要領で上記3つのいずれかの最大値を任意で10上げられる。しかし、他の2つの能力が誤下がる。BP が下がった場合、バッジがすべて外れてしまう。と書かれている名前は、北米版での表記。全員揃うと、スターの杖の力を無効化する。 スターフラッシュという技が追加される。この技は最後のクッパ戦においてスターの杖の効果を打ち消すためのものだが通常の敵にも使えその際にはパワーアップやチャージを打ち消す。クッパ戦の途中でスターの杖がパワーアップして効果を打ち消せなくなるがその時は星のこのティンクが加わってスターフラッシュがピーチフラッシュにパワーアップし スターの杖の効果を打ち消せるようになる。必要スターパワーはなし。なお、この星の生たちはマリオパーティー後にも登場した。本作では大きく9つのステージに分けられている。このコーデはサブタイトルと共にステージ内の概要も示す。なお、新ステージ開始の合図サブタイトルの際には助け出す星の生と倒すべきステージボスの影が画面上に現れる。 どのステージを終えても一度はキノコタウンへ戻ってくることになる。マリオたちが冒険する舞台全体はキノコワールドと呼ばれている。ありがとうございます。